皆さんこんにちは、ひげひろです。今日はね、朝食を作りました。朝起きて、そうですね、白湯を、まあお湯を沸かして白湯を飲んで、それでバナナを食べて、それから洗濯ですね。で、部屋の中ちょっと軽く掃除して、で、朝食作りました。ミネストローネ、スープですね。トマトの缶詰のホール缶の缶詰が半分余ってたので、それで、そうですね、あれ何人前になるのかな、2枚ぐらいの、ミネストローネを作って食べました。ただ切って炒めて、かあの何ですか、あの根菜類から先に炒めてって、後で、すぐ火が通るものを加えて、トマトホールを入れて、水かコンソメ入れて、それでただあとオリーブオイルだけです。簡単です。でもね、意外と作らないと思うんで、ぜひ試してみてください。野菜をね、ある冷蔵庫にある野菜で全然いいですよ。大根入れてもいいですしね、もう何入れても構いません。でも全然そのこだわる必要はないと思うし、ミネストローネはこうじゃなきゃいけないってこともないと思うので、まあトマトのスープですからね。で、最後にエクストラバージンオイルをちょっとかけて、粉チーズをかければイタリアンになりますね。さて、今日はね、今3時半ぐらいでね、ほんと久々に、外に出ました。外に出たっていうか、散歩に行きました。3密を避けてね、ちょうど午後の2時ぐらいかな、出かけたのは。でもうやっぱり遊歩道はね、人歩いてるので、海岸のその波打ち際とかそういうところを歩いてきました。まあ全然人はいません。もちろんその波打ち際にはもう人いないし、今日は波もないのかな、あるのかな、サーファーは結構いましたけどね。本当久々に海行って、やっぱ海はいいですね、広くてね。ただ今はね、こんな時期だからあまり僕は人と接触はしないようにしてますけども、たまにはね、ちょっとしないと運動不足になっちゃってね、ちょっと1時間ほどお散歩してきました。3キロかな、3キロか4キロぐらい歩いてきたかな、そのくらいの距離ですね。で、今日今帰ってきてお茶の時間で、この間作ったフルーツケーキをコーヒーと一緒に食べようと思ってね、今切ってコーヒー沸かしたんですけど、食べてるかな。うん、ラムレーズンがいいね。あとピールね。うん、マーマレードのピールがすごくいいです。これ合います。これフルーツケーキね。これうまくできました。寝かせれば寝かせるほどいいかなという感じがするね。最近はね、ちょっとね、お気に入りのコーヒー屋さんにそんなわけで行ってないんで、近所のスーパーに売ってるコーヒーを買って飲んでますけど、やっぱ味がいまいちかな。やっぱりね、スーパーのコーヒーがいまいちだね。美味しいな、これ。これね、この間ね、レシピっていうか作り方あげましたけど、これぜひ試してみてください。おすすめです。すごい美味しい。簡単だしね。型も100円ショップに売ってるし、オーブンなかったらもしかしたらトースターでもできるかな。厳しいかな。温度調整とか難しいかな。できないかな。わかんないですけどね。ちょっと、うちはちょっとオーブンがあるからそれでやってますけどね。オーブンって意外と使い勝手が良くてね、いろいろと作れますよね。ホイール、アルミホイルの中にキノコとか鮭の切り身とか入れて、こうアルミホイルでホイル焼きみたいに、バターホイル、醤油バターホイル焼きみたいにしたりとかね、できますからね。そんなのも今度ご紹介しますね。簡単な料理ばっかりですけどもまあね、これは主婦向けっていうよりもどっちかっていうと独身のね、人たちっていうか一人暮らしの人たち向けなんで、簡単に作れないとあまりね、意味ないかなと思ってるし、一人分の料理とかも作るのってなかなかね、面倒くさいじゃないですか。でも何人前か作っておけば何回か食べられるとかね、そういう料理も紹介していければと思ってます。そんなわけで今日はミネストローネです。それでは料理スタートです。
Thank you.
ミネストローネです。美味しくできました。ちょっと無音で作っちゃいましたけどね。優しい野菜の味が染みてきます。あんまりね、塩とか効かせてないので優しい味です。豆もいいね、ビーンズもね。野菜を1センチ角ぐらいに切って煮込むだけなんで、皆さんもぜひ作ってみてください。簡単ですよ。美味しい朝のビール。